ないわ。なんかさっきまでさ、そこら辺にあったものがない。またないって言われちゃう。え、本当にないよ。で、今日はそのままお話会場には行かないです。行きませんよ。もちろん。こんにちは。出たいところなんですけど、ちょっとちょっと待ってください。あれ本当にないぞ。あった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 。ちょっとさっきまゆちゃんと話した？お話し会ですからね。うまい。これ白くなるんですよね。お話し会参加します。お、いや、これこそ本命のトナカイではないですよ。別にまだある。いや、なんかさ、ちょっと前に起きていろいろしてたら、いろいろ探してたよ。急に白くなったとか言われた。それは白くするものですからね。こんにちは。うん、お話し会来てくれる方がたくさんいる。嬉しい。ちょっとおでこには塗りましょう。あ、プレゼントボックスありがとうございます。ね、こんにちは。雪が積もってるところがあるらしいってこと？エリちゃんが出ること知らなかった。おはようございます。これはね、ブラシよ。ハンゼのブラシ。なら眉毛描こう。私へ眉毛を描こう。あれ、あ、眉毛か。いや、前髪は必要ですよ。本当に。めちゃ困り眉だけど許して。テロップは本日どうする？クリスマスイブ、いや、トナカイにしようね。トナカイ、サンタさん、トナカイでサンタさんがいいんですけど、
今日はサンタさんじゃないな。今日はサンタさんじゃない。うどんかおうどん。まあ、じゃあ両方で。トナカイって鹿の仲間？わかんない。中入ってそうなんですか。この回って何なんですか、ね、今日は雪だるまではありません。トナカイです。今日はトナカイですよ。なんかさ、どうしよう、ね、どうしましょう。サンタは明日なんですよ。ちょっと（笑）ズボラですね。まあ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 、しょうがない、ちょっと。な、顔が白くなったよ、思った。なんかめっちゃさ、目にさ、目に入ってないけどさ、まぶたにめっちゃついたかも。ゆきちゃんとお揃いですね。今日は5部と6部です。やばい、真っ白すぎてさ、ちょっとやだね。今ファンデーションってさ白くなるじゃん。だから早くいろいろ塗らないと浮くんですよ。雪積もってるの？本当に？やばい、白いね。ちょっとやばいかもしれない。9時間も寝たの？すごっ。てて、私も結構寝た気がするな。私何時間寝たんだろう。あ、雪と星とクリスマスボックスありがとうございます。みんなこの時間はご飯前？それかお仕事？お仕事の人はお仕事だよね。なんか1日12時間とか寝ちゃうと、私はなんかその寝疲れしちゃうんですよ。だからあんまり良くなくて、だからあんまり寝れない長時間は。だから1日中、あ、もう真っ白だよここ。冬休みはやっと突入したんですよ。やっと突入しました。そう、やっと突入したんでっていう話ですよ。言いたかった。なんか、うん、やばくない？こっちなんかさ、白すぎじゃない？なんか、こっち涙袋まで真っ白じゃん。もう課題はないと言ったら嘘になるのでありますけど、ちょっとあの、こっちの目で許して。アイシャドウ塗ったら変わるよね、きっとって思ってるよ、私は。なんかさ、まつげパンも落ちてきちゃって。でも私一応上向きではある。わかんないよね。こんにちは。こんな状態で申し訳ない。
あ、ケーキがなくなったけど和菓子が太陽。おお、和菓子も好きだよ。でもクリスマスといえばケーキみたいなところはあるからさ、まあ、ケーキ屋さんの売り上げがすごい、すごそう今日は。私は多分課題やってお仕事してじゃない？のんびりって言ってもさ、冬休みって大体そんなにさ、なんかその夏休みとかよりさ短いじゃないですか一般的に。高校生とかね。だから冬休み好きだけど好きじゃないんです。なんか冬休みに近いイベントは好き。次パーマは取れてきたら下がってきますよ。まあ、まあまあ何しようとしてた。アイシャドウ持ってましたね。やばい、なんか髪がボサボサなのが一番気になったのでアイロンします。でも期待しないでとは言わないけど、期待しててもってとも言わないけど、ちょっと待ってね。ちゃんとトナカイはトナカイですからね。何時に起きたのは覚えてないですね。まあまあまあ期待していないで待っててくれたら嬉しい。そしたら楽じゃん気持ちが。ゆきちゃんのトナカイってどんなやつなんですか？まあそれで期待しててさ、なんかそうでもなかったら嫌じゃん。前髪は自分で切ります。期待は常にしてるよ。おお、プレッシャーだね。随分とプレッシャーだね。明日はサンタさんですね。なんかいつもさ、お話し会の日の前にさ、なんかいろいろメモってるんですけど、雪の見分け方は、結構簡単じゃない？いや結構簡単ですって、慣れたら。やっぱさ、別に赤ちゃんじゃないです。ああ、私の方が身長が高いってところですかね。あの全身だと分かるから。学校女の子ばっかです。よいしょ。でリップを、なんかさ、あ、ゆきちゃんの方が厚底履いてるからね、たまにでかくなるよ。びっくりしちゃったこの前も。なんか私ちっちゃいなと思ったらめっちゃ厚底だったんだよね。この色好きなんですよね、ロムアンドの女さん。うわ、本当にやばい、メイクしよう。前髪自分で切っても平気、私はね。やばい、なんか巻きすぎてるよ。なんか今日目が、うわあ。私はなんかもう走ることがあるので、走ることがあるとか言ったらなんか良くないけど、なんか次の電車でもいいのに、なんかやっぱ一個前の電車に乗りたくなるんですよ。
これは向こうでやろうかな、前髪あとで。なんかさ、なんでだろうね、今日は。今日はそんなによろしくない。駆け込み乗車はしてないですよ。駅に着くのが早い方がいいじゃん、やっぱ。私ピンヒールは歩けないかな。なんかたまにさ、オイルさんとかさ、あと何、なんか学校の先生とかでピンヒール履いてる先生とかいらっしゃるじゃないですか。なんか、あ、今日三つ編みしちゃえばいいか。あ、でもな、どうしよう、迷うな、とても迷う。毎回は走ってないけど、なんかそのピンヒールの人さ、足綺麗じゃない？わかんないけど。めっちゃ綺麗じゃない？わかんないよ、人によるじゃん、感性。はじめまして。自転車では転倒したことないから大丈夫ですよ、私。電車で転倒したこと本当にないかも。あの、普通に駐輪場の時とかに上登ろうとして、あの、ガクってなったことはある。今日は誰と一緒？私今日はスケジュール見ましょう。あの、本当に私たまに唐突ですからね。みずみんとのんちゃん。あ、めぐみんさんいる。めぐみんさんも同じ部です、多分。よし、よしよしよし、ミクしよう。メイクしようじゃないですけど、めぐみんさんも同い年です。めぐみんさんはなんかすごい共通点が多いか。同じ大学では、何、みずみんやばいとか思ってんの？どうしたの？聞いてあげますよ。どうしたんですか？いや、なんか普通にめぐみんパンチのめぐみんさんです。仲良くなりましたね、この前。この前っていうか、武道館の時になんかたくさん話す時間があって、それでめっちゃ話になりました。周年公演の時も、あの、あれです、写真撮ってもらいました。いや、みずみんドジっ子ですよ、めっちゃ。なんでこんなに今日さ変なんだろう。変とか言ったら終わりなんですけど、やっぱなんかさ、まつげ、まつげだよね、やっぱ。めっちゃ何食わぬ顔でまつげ上げてますけど、ほら、まつげ。まあ、ミスミンは、まあ、見た目とは違いますよね、やっぱ。見た目とは全然違いますよ、もちろん。
見た目と一緒だったらもうすごいさ、なんかめちゃくちゃ清楚みたいな子だけどさ、清楚綺麗美人みたいなさ、それで終わったけどさ、中身が違うからさ面白いよね。ほらまつげ、まつげって大事だよ。今日はさマスカラを茶色くしようかなと思って思ってるところでして、さっき待って、これさっき探したんです、茶色いマスカラ。茶色いマスカラさなくしてないですよ、さすがに。あるんですけど、なんかそのボリュームタイプみたいなのあるじゃないですか。だから下地塗りたいんですよ。で下地をどっかから取ってきて、ここだ財閥だよね。そうなんですか。絶対まあないんですよね、私は見事になくすって。まあ何時だろう、時計44分。いや髪の毛もやりたいじゃん。でご飯も食べたいじゃないですか。あったー、やばい髪。うどんじゃないです。なんだこの髪の毛は。トナカイのカチューシャつけて塗りませんよ。でもこの前なんか学校での授業っていうかなんかあったんですけど、なんか普通にナチュラルに友達がクラス出てもつけてた。でも意外とトナカイとか、あトナカイに限らず、あのカチューシャってなんかつけた感覚残るじゃないですか。だからあんまりと言ったらあれですけど、あんまり気にならないのかもね。まあクリスマスだから。いや遊園地とか行った後ならさ、いるじゃん駅までつけてる子とか。余韻に浸りたいけど、私もすぐ取っちゃう。いい。こんにちは。まあいろんな遊園地でもありますか。これはエチュセ。マスカラしたし、下地でこんなに伸びるんだよね。なんか今日は茶色い気分だった。今日全然コメント読めてないんですけど、ちょっとあのコメントを読んであの真剣になってたら絶対に私はあのメイクを事故る気がするので、ちょっと今日は許していただき、なんかこれ限定色なんですけど、茶色です。これは私エチュセの下地が好きで。こんにちは。なんかメイク中で申し訳ないけどメイクしたいんですよね今日は。あ今日はお話し会です、オンラインお話し会です。あちなみにまあそこのあなたもまあお話し会中ですけど、今日ちなみに再販買えるので、まあクリスマスですけど自分へのぜひ
ぜひぜひ。バンジージャンプ絶対やだよ。バンジージャンプとかやだよ。でもさ、なんか誰かに飛んでも、あ、エリちゃんとか意外とやりそうじゃない？私バンジーとか飛んだらさ、記憶失いそうじゃない？ぜひ来年の来てくださいよ。待ってますよ。やっぱりさ、あの良いお年を言えなかったらことよろみたいな。1月21、22か最後じゃない？みんな、あ、私は記憶いいですよ意外と。再販は1月21日以降を買うことができるそうですので、良いお年をしよう。できない方は明けおめしよう。明けおめしようは面白いね。下地なので、下地なのでね、やっぱりマスカラするんですけど、でもなんかナチュラルにしたいときは絶対下地だけでも減らせることが多いかな。なんか一本がいい、一本で終わらせたくて、これは多分合ってるはず。この前の02番ヒロインメイク、なんかこれはめっちゃねつくのだから、めっちゃとかめっちゃ言っちゃうけどすごい、あの薄付きにしたかったらティッシュオフすることが多いかな。あ、プレゼントボックスありがとうございます。ゆっちゃんさん、まつげパーマはそんなに怖くないですよ。なんか寝てて良くないけど寝ちゃうんですよね、まつげパーマとかする時間って。今日はオンラインお話し会です。今日はトナカイにします。トナカイにしますっていうか、なんかもう告知したよね前に。めっちゃ真剣にマスカラ塗ってる。ほらまつげできた。めっちゃ私なんかまつげがさ、めっちゃ短いところがあるんですけど、そこ一生生えてこなくて、だからなんかいい美容液とかやったら生えてくるのかなとか思うんですけど、生え変わりが早いのかなと思っちゃって。こんにちは、プレゼントボックスありがとうございます。雪も嬉しい、あとメール、手紙も嬉しい。
こんにちは。さてさて、だいたい終わったんですよね。私髪の毛やるか、髪の毛やっちゃいますか。初見です、ありがとうございます。この前は初見ですがたくさんいてびっくりしたよね。絶対あなた初見じゃないでしょみたいな人も初見ですとか言ってた。ナチュラルメイクなのかな。まつげバサバサだよ。でもなんかあんまり色をつけないようにしてる、意識的にね。髪の毛やろ、うん、ですよね、ですよね、知ってました。どんな子なんだろう。めっちゃおしゃべりですよ私。今日は初見です。気持ちは初見です。気持ちはね、今日はね、どうしようね。今日は出かける。おお、まあイブですからね。私はお話し会に行きます。八部じゃないわ。明日って私八部じゃないですか。終わるの。はじめまして。え、やば、怒られたんかい。なんか潜在写真はあれなんですよね、割となんかよく言われるね、クールそうとか嫁ちゃん言われる、うち言われるんですけど全然そんなことないんですよ。潜在写真はさ、まあ1年に1回ぐらいは変わるじゃん。それまでに、まあ、痩せろってことですよねきっと。まあそういうことじゃないですか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、少々お待ちください。ご飯を食べたい。よいしょ。かわいい、これ食べしゃ。あの髪の毛全然途中なんですけど、ちょっとお昼食べます。かわいかった。何事、ご飯ができただけです。メリークリスマスって書いてある。ちょっと待って、見える？あ、これ以上やったらやばいね。ご飯、あ、落ちる。ヒーヒーとか言っちゃった。メリークリスマスって書いてある。ってことで食べます。オムライスです、これは。
星のやつはポテトですか、あのハッシュポテトみたいなやつ。私が書いてませんよ、私ショールームしました。これは作ってくれました。明日伺うお話し会ですね。ケーキがあるの？今日は何があるの？達筆？すごいよね。こんにちは。うん。プレゼントがたくさんあったの？本当に？本当に？それはおいしい、いいね。なんだろう。ね、声出てるよ。でもソララママは本当にソララに似てて、なんか迎えに来てる時とか話したりするんですけど、本当にテンションが一緒、びっくりしちゃう。なんかソララのお母さんは誰が見ても誰が見てもね、そう、プレゼントボックスありがとうございます。いや私は多分違う、テンション違うね。なんで一人鬼ママって言っちゃダメだよ。言っちゃダメです。誰が見ても似てるって言うって言った気がする、さっき。そんぐらい似てるね。なんか、うん、似てる本当に。なの？びっくりする。それは
そうなん。あ、ホテちゃんも言ってた気がする。なんかもう本当にみんな言ってる気がする。噴火しそう。噴火しちゃダメでしょ。全員のお母さんは分かんない。会ったことはないですなんで怖いんだろう選手権みたいになってるの。怖さはね、分かりません。それはまゆちゃんが放り出されたって。まゆちゃんがそれは悪いんじゃない、きっと。わかんないけど、さすがにね。こんにちは。ちょっとオムライス食べてます。オムライス。眠くならない？そんなに眠くならないと思うよ。わかんないけど、でもハッシュポテト好きだから。飲み物はないです。クリスマスはチキン食べないかも。わかんない、どうなんだろう。遅刻にイヤホンの忘れ物はやばいって言われちゃってる。代わりしません。もう大丈夫です。もう大丈夫です。みかんが、飲み物食べながら、飲み物は食べません。食べ物食べながら飲むと太るんですか？じゃあサイドドリンクとか頼まない方がいいってこと？完食しました。って言ってみかん食べるんですけど、もう12時7分だね。イヤホン忘れてやばくない？本当に。新しいの買っちゃえ、まゆちゃん。年末年始だから。買っちゃえ買っちゃえ。こんにちは。みかん。
ね、学校休みとは言ってもさ、高校って部活とかで空いてるじゃん。してた。自転車40分はね、きついよね。好きなケーキは、チョコとか、フルーツタルトとか。なんか生クリームは得意ってわけじゃないんですよ。だからそんなに得意じゃない。うわ、モンブランか。いつ痩せるからね、あれ。なんか高校生の時自転車通学してたんですよ、私も。まゆちゃんと同じく。なんかそれで、まあ体重はさ、やっぱり増えないんですよね。だからすごいよね。ショートケーキとかが苦手。なんかめちゃくちゃ得意ではないんですよ、私。なんかショートケーキより生クリームよりチョコクリームみたいな、まあ、好みの問題なんですけど。高校生の頃代謝いいからね。まあ運動してたから自転車ですけど、いい運動でしたよ。もういいかな、どうせ持ってくし。ケーキ食べたいな。立ちこぎは立ちこぎじゃない。なんか坂しかないんですけど、やっぱりどこ行くに、どこもそうじゃない、坂ばっかだよみんな。誕生日一番遅いですよ、あのみんなと一緒じゃないか。一緒大好き。マスカラバチバチ。そろそろ、そろそろ私は終わりますので、18分ぐらいになったら、あの縮小タイムしていきたいと思いますね。って言ってまだメイク別に終わってるわけじゃないので、眉毛綺麗です、嬉しい。眉毛は脱色が一番楽です。そうです、嬉しい、嬉しいな。今日は1万、今日は割と時間がないので、お話し会の準備もありますし、なんかこの画面見ながらやってたらさ、めっちゃ濃くなりそうじゃない？
あの 白がかってんですよ、申し訳ないんですけど。会場でメイクするのは付け足しぐらいですよ。お話し会終わりさん、課題をね、今日中のやつ終わらせなきゃいけなくて、明日はやります。てか明日も配信はします。本当にね、課題を終わらせなければ冬休みはないっていう時です。うん、どうでしょう。最近まぶたのここら辺にラメ塗るのにハマってる。気になってきちゃいました。嬉しい。じゃあそのまま気になっていただいて、そのままお話し会を申し込んでいただけたら話せちゃうっていう流れですね。明日もショールームしますので、突然にならないように頑張りますね。今日はピンク、ピンク、ピンク。とても素敵な流れですね。ありがとうございます。私もそう思います。じゃあまあショールーム一瞬来て帰ったらまあ解禁しよう。みんな解禁しよう狙ってください。お話し会応募しようかな。ぜひなんか誰かのついででもいいので回ってますね。ちょっと待ってね。 OK、 マスカラもした。モチーフリップ塗ればいいのか。また好きになったこのリップ。ジルスチュアートです。07番です。見た目も可愛い。クチークにもなるんですよ。すごいくすんでる色です。くすみピンク。自分に合ってるかと言われたら合ってない方の色なんですけど、私的にはね、ゲリラにするつもりはなくてもね、なんか気づいたらゲリラになってるんです。それ申し訳ない。体には良くないんじゃない。体には良くないけど、悪くはないけど良くもないみたいな。なんか食べない方がいいけど食べてもいいみたいなあるじゃん。なんか食べない方がいいとかではなくてもさ、あら、ない、ないか。あ、そう、トップイエルネオさん、ちょっとシェーディングしてでいこうかな。みんな慣れてくれた。まあ通知来たら飛んでいただけるのが一番嬉しいんですけど、なんか昨日どう、なんかめちゃくちゃ喉が渇いちゃって、本当に喉が渇いちゃって寝る前に水飲んじゃったんですよ。まあ、にしても周りにはまあそんなにむくんでないと思うんで許してください。まゆちゃんもゲリラ、確かに
なんか寝る前に飲むとむくむらしいじゃないですか。だから私はあんまりやらないようにしてたんですけど、もうどうしても我慢できなくて飲みました。アイシャドウリップが詳しくなりました。やっぱりやっぱりそうですよね。やっぱり私はまあ それが好きなので、好きなのとか、なんか水でも良くないんじゃなかったっけ。アイシャドウブラシじゃなくてファンデーションブラシ買ったんだ。塩分入ってなければむくまないの？え、じゃあ水飲もうかな。え、普通になんかめっちゃコップ結構入れて飲んじゃったよ。結構入れて飲んじゃったよ。ハイライトの、なんか最近ファンデーションブラシを買いまして、めちゃくちゃ良くて、私的にね。初見です、ありがとうございます。寝てる2リットル飲みません、寝てる寝る前に。だから寝る前に特に取りすぎたらってことじゃないの。トナカイのままは出かけません、残念ながら。普通の子なので、ちょっと残念ながらそんなことしないんですけど。あー、また落ちた。よいしょ。そう、今箱に入れてるんですよね。化粧品、可愛げがないですが、これまゆちゃんがおすすめのマスカラ、デジャビュ、デジャビュのラッシュアップマスカラ E1。 色味はすでにどのくらいじゃん。いや、これじゃないんで、お話し会これじゃないんで待っててください。ちょっとそう、スクショタイムにしようかな、しようかな。私が好きだったマスカラです。なんか私はマスカラたくさんいろんなの使いたい人なので、一個は白ぼれないんですけど、なんかナチュラルにお洋服で仕上げるならそれ使ってるって感じ。まゆりちゃんおすすめ、まあなんかまつげパーマしたいって言ってたけどね。とスクショタイム、1回のメイクではやらないけど、なんか何回か使い分けることは多いです。これ着てた気がする。これはどこだっけ、 GU とかじゃない。わかんない。メリークリスマス、いや、わかんないから、ちょっとさ、誰か家出る時間はさ、ちゃんと決まってるんですけど、ショールーム終わる時間もね、いらないと。で、ちょっと、もういい。あ、本番は、明日のショールームで切るので。今日のお話し会で着たやつは、明日のショールームで切るので。ちょっと、いいですか。ランキング読みますね。いや、私家出る準備全然何もしてなくて、あれちょくちょくさ荷物を固めてるんですけど、この前はそれでなんか忘れ物したんで、あ、まあ別になくてもいいものですけど、
ハンカチ忘れた。本当に最悪だったので、ペーパータオルがあってよかったんですけど、気をつけて行ってきますので、あのそろそろランキング読みたいと思いますね。待って、まあいいよねこれね。じゃあランキング読みます。充電器は忘れません。よかったらルームフォローもお待ちしてます。え、さ最後にランキング変わったのいつ？こうやって中なんかさ急に変わんない？なんか何分、あー分かんないな、分かんないよね。そんなに、いや変わったら困るじゃん。またまあ大丈夫だよね。じゃあ13位、 MM さんありがとうございます。12位、きのこさんありがとうございます。11位、かずやとまーくはちまきの人さんありがとうございます。10位、まるみりゅうすけさんありがとうございます。9位、ゆきたんありがとうございます。8位、おうちゃん03組さんありがとうございます。7位、たるやきさんありがとうございます。6位、紳士な羊さんありがとうございます。5位、大好き165センチさんありがとうございます。4位、レイレイちゃんありがとうございます。3位、人食いパンダさんありがとうございます。2位、あつきさんありがとうございます。そして1位があばらさんありがとうございます。たくさんの方ありがとうございました。ということで、オンライン話し会5部6部お願いします。よかったらルームフォローとツイッターのフォローをお待ちしておりますので、いつでも待ってるので、ぜひ。私はこんな感じの色味のものを着てるので、お話し会では手だけ言っときますね。ではお話し会よろしくお願いします。よいしょ、またね、ありがとうございました。バイバーイ。変わった。ゆうゆうさんありがとう。じゃあね、また後で。もう平気かな。たくさんありがとうございます。バイバーイ。なんか投げてくださってるから申し訳ない。ありがとうございます。